おはようございます。ここは西武鉄道、所沢駅です。今日は何に乗るのかな？それとも歩くのかな？そんな歩いてばっかりのチャンネルじゃないですからね、ここ。本日は2019年にデビューしたばかりの西武線の特急に乗るという動画です。乗るのはこの特急、池袋行きです。この後も準急に乗らずに、追加料金を払ってまで特急に乗るなんて贅沢ですね。今回はそういう動画ですからね。それに特急料金は所沢から池袋まで400円ですから、そんな高くありませんよ。でも運賃より特急券の方が高いんですね。そりゃあ短距離ですからね。さて、その特急がやってきました。おお、見るからにヤバそうな見た目なんだけど。これこそが西武特急の新型車両、ラビューです。何このプライバシーを度外視した窓。それについては後でもうちょっと掘り下げます。窓も大きいですが、何より近未来感がすごいですね。今回は1駅だけですが、池袋まで乗車します。乗車時間は何分くらいだったんですか？21分でしたね。あれ？思ってたより長時間。21分の乗車、じっくり味わいたいものですね。にしても車内が黄色いですね。これも近未来な鉄道っぽさがあると思えば。発車しますよ。東京メトロっぽいチャイムだね。まさかここで A 段チャイムを聞けるなんて思いませんよね。というわけで発車、次の駅は池袋です。静かに動き出しましたね。それでは早速座りましょう。ちなみに窓側の席をお願いしてもらいました。内装はこんな感じですね。何これ、すごい。雰囲気が特急っぽくないですね。これこそがラビューです。では早速着席です。特急というか、ホテルみたいだね。外観からはあんまり内装が想像できなかったけど、これはすごいね。確かに物騒な外見でしたけど、内装は至って落ち着いていますもんね。物騒な外見って、ちょっとミサイルっぽい見た目なのは否定しませんけど、多言語で案内がされるのはポイントが高いですね。というか、視認性の良い液晶がついてるのがとっても豪華ですよね。電車指定席の特急だからこその案内がされるのもいいね。枕は可動式です。背が低くても高くても対応できます。豪華ですね。座席の後ろに机がありますよ。机の背面も座席の色に合わせてるんだね。大きさとか設備とか、気になりますね。オープンです。わあ、意外にも普通ですね。大きさはどうなのかな？特別大きくはないです。ノートパソコンが置けるかどうかは微妙ですね。ひっそりと肘掛けの下にコンセントが。スマホも充電し放題だね。コンセントの上にシールと展示シートが貼られているのも親切ですね。そういえば、これ何？なんだと思いますか？飾りですか？だったら問いを投げないですよ。実はこれ、引き出すと。あ、もしかして、テーブル？正解です。これは飾りではなく、テーブルでした。遠回しに間違いを咎める必要あります？それにしてもちっちゃなテーブルだね。スマートフォンを置くくらいのスペースはあります。充電しながらスマホを使うのにはもってこいな感じかな。窓にはプライバシーを守れる大きなカーテンが。最近はカーテンの車両も少ないから、これはもう太っ腹に見えるね。縦にも横にも長い、本当に巨大なカーテンですね。座席も豪華なんでしょうね。だいぶ快適ですよ。程よい柔らかさもそうですけど、全体的に包まれる感触もあって座り心地はかなり良い感じでした。中央に支えがついているおかげで、足をじっくり伸ばせます。ムーンライトながらにこの車両を使用すればもこれだけ設備の行き届いている車両ですので、リクライニングも搭載しています。ちょっと驚いたのが、この肘掛けのようなものもリクライニングと同時にぐるりと動くんです。へえ、肘掛けごと動くなんて新感覚だね。
リクライニングは言うほど大きくは倒れませんが、そもそもの座り心地が良いのでいい感じです。まあこんなソファーみたいな座席だったらね。お、フリー Wi-Fi がついてるんですね。これはありがたいですね。ギガを気にしなくていいのはいいね。これから夜メロンはトイレの見学をするようですが、このラビュー、トイレが2箇所に固まってるんですよね。それは不便ですね。8号車の端っこに座っていたらかなりの距離を歩くことになりますね。というわけでトイレ近くに来ました。トイレに入る前に洗面所を見学です。ここも黄色いインテリアが特徴的だね。さて、トイレコーナーです。ラビューには男子トイレも存在します。ねえ、これ映していいやつなの？車内の様子を映すという理由ならいいんじゃないですかね。このままの勢いで隣のトイレも映すみたいです。そうですか。こっちは男女共用なんだ。意外なのは、トイレのドアが押しボタン式だったことです。そしたらちゃんと開きましたね。電車の中とは思えないくらい綺麗なトイレだね。扉を閉めるときももちろん押しボタン式。行き届いていますね。ロックがかかった。自動でロックがかかるのがポイント高いですね。一応手動でもロックをかけておきましょう。ピッて音がしましたね。もしかして勝手に来てしまった？そのようですね。トイレから脱出です。近未来的で特急っぽくないトイレだったね。押しボタン式だったり便座が閉まったり、技術の結晶が詰まってましたね。戻ってきました。相変わらず独特な窓だね。っていうか、グラデーションがかかってるんですね、この窓。というわけでもう間もなく終点です。ご乗車ありがとうございました。まもなく池袋終点です。もう降りるんでしたね。右側です。 JR 線、地下鉄、有楽町線、副都心線、丸の内線、東武東上線はお乗り換えください。本日は特急ラビュー七度号をご利用いただきましてありがとうございました。忘れ物をなさいませんようご注意ください。アニメーションで忘れ物への注意喚起をしてくれるのもわかりやすいですね。英語でも案内がされるのが海外からの観光客にも優しいね。というわけで終点の池袋駅に到着しました。こうして見るととても窓が大きいですね。特急には見えない奇抜なデザインだよね。やっぱりカーテンも大きいですね。001系という車両だからか、001というロゴが側面にあしらわれていました。ここだけ見ると高級ホテルみたいですね。そんなわけで改札を出ましょう。以上、本日はラビューの動画でした。いい意味で特急らしくない特急でしたね。気になったらぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。